どうもバロンザーマスです。今回も限界ニュータウン外伝ということでですね、前先日コメントの方で西国街道好きですっていうコメントがあったんです。それだったらぜひ撮ろうかなと思いまして、今回はですね、こちら目の前に映ってます阪急関牧駅、阪急関牧駅から、JR の高槻までを、今旧街道と言われる西国街道を使って、通ってみたいと思います。めちゃくちゃ細いんで、限界ニュータウンに住みたい方はこの道が運転できるぐらいのレベルが必要となってまいります。今回は100系のハイエースになりますので、幅のでかい3ナンバーサイズとなります。実際の車を動かしてみますので皆さんぜひご覧ください。で、旧街道ね、西国街道なんですけども、関牧は高校が多いんですね。ですんで、こちら高槻とか茨城の方で例えば小中高あたりを暮らした方ね、過ごされた方については懐かしいっていう動画になると思います。西国街道はこう見えてもですね、通学路になっていて、結構ね、自転車部隊が多いんですよ、学生さんたちの。で、朝とかうわーって走ってるんですけど、だから運転としては非常に気をつけて運転しないと、学生さんがね、いっぱいいるんでまずいんですけども、それとは別にですね、僕でも原付とかでね、友達の家茨城から高槻行くときにこの西国街道をよく通りました。なんて言ったって171号線と違って渋滞をしないと、そういう意味では裏道でもありまして、信号がないのもね、若い頃ってもうとにかくね、細道をビュンビュン飛ばすみたいなのがあったんで、自転車から原付になってからもその道をよく通ったという意味では懐かしい道路となっております。で、この西国街道なんですけども、その学生たちの自転車やバイクだけじゃなくてですね、特に裏道使いのタクシーとか、あと市バスも通ります。だ、結構ハードな道面があるんですけども、他にもね、ゴミの収集車、パッカー車であったりとか、生活道路としても十分使われてますので、この先ね、歪償ですよ、と書かれてますよね。通行、注意、看板出てますよね、これ。これなんですけども、幅が急激に狭くなるんでね。向かスタートします。ここが西国街道ですね。旧国道と言われるところになりますね。今は現在171号線でビュンビュン飛ばすようになってるんですけど、かつてはここで、皆さん移動してたんですね。江戸時代末期ぐらいまでは、主要幹線道路となっておりました。で、早速なんですけど、この隣 JR ですね。JR の高架になってます。上が JR の電車が通る場所となっております。もうすでに狭いでしょ。狭いんですよ。で、歩行者に注意してゆっくり行くんですけども、ね、幅ないですよ、で看板がめちゃくちゃ立ってます。で、速攻タクシー突っ込んできて、はい、譲りませんってやつですね。ほぼね、止まらないんですよね。これ、どっちが優先ってないんですけど、スピード落としてゆっくり行っても、大概の譲らないんで、はいはい、どうぞと。ね、バックが得意になっておかないと、危険な目に遭いますね。でも手も上げてくれないですからね、タクシーの道はね、忙しいな。働く車やから仕方がないとして、気を取り直してまっすぐ進んでいきたいと思います。で、この辺はね、ほら、蔵とか昔ならではの建物も十分残ってますし、特にね、その先ほど話させてもらった学生時代をここで過ごした人たちって、この道の方が記憶が新しい。ね、お母さんとかにね、171号線危ないからこっち通れって言われた、高槻市在住の子供たちは多かったと思います。現在もね、もう大きく変わってしまったところ、変わってないところね、何十年経ってもそのままっていっぱい残ってますので、ぜひ左右のね、建物を見ながら昔を思い出してみてください。で、ここは電車がもうすり切りいっぱい通るんでね、これ今貨物車が横、JR など映っております。ちょうどこの先に JR 高槻には、電車の車庫もございますので、電車好きの方からしたら、公園とか、西国街道並びで見ると電車がいっぱい見れますよと。今度ね、行きの方、大阪方面のね、電車も通ってますよね。そのすぐ横を走るのが西国街道となっております。思ったより車いっぱい走るでしょ。ここね、裏道で結構使う人多いんですよ。で、今はもうね、171号線あんまり混むことがなくなってきたんで、こっち側通る人は逆に、もうよく地元を知っておられる方に限定されてくると思うので、さほど危なくはないんですけども、たまにね、知らない人が入ってくると、これ結構危なくってですね、これ、バス来ますかね、前からね。で、時折こう大きい道を作っていて、逃げれるようにもしてるんですけども、行き来するのもだいぶ苦しいと。で、そこでトラック1台入ってくるともう大変だよと。その都度こうやってね、譲っていくと。で、譲ったり譲られたりを繰り返して、JR 高槻へと向かってまいります。
で最近はイオン高槻ですね、あの裏手に新名神ができたことによって迂回ルートができました。ですのでここへ逃げてくる車よりも直接171号線にぶつかっていくような車も増えたので、一時よりはこの西国街道の人が減っております。もちろん車も減っております。でまあ法定速度で走って30キロになるんですけども、まあ飛び出しはないものね、結構自転車で雨が降ってくると傘さす人ね、自転車の人は傘さすじゃないですか。だこれで行き違いがかなりやばなるというね。さすがね、急道だけあってですね、この傘が一番手強いです。もうすでにね、ハイエースで走ってるともうね、ほぼ真ん中走ってんじゃないっていうぐらい左側に寄ってるつもりなんですけど、まあ、道路が狭すぎてこうなるんですね。でそのままずんどこずんどこ JR 高槻の方へ向かっております。もちろんバイク、あ、今おまわりさんですね、おまわりさんも通ったりとか、まあ多くの車が次から次へとやってきて、譲ったり譲られたり譲らなかったりとかね。でさらにですね、結構サイクリングの人らも多くいらっしゃいます。ですんでまあ気持ちのいい信号のない道路と言ってしまえばその通りでして、まあ昔からある生活道路という意味ではね、特に若い頃この辺に住んでた人は懐かしい道路だと本当に何度も繰り返していますけど思います。僕もねこの辺に友人がいっぱいいたので、茨城から自転車とかでねこんなとこまで来てましたもんね、電車乗らずにね。ね、若き日のね楽しい思い出として、この道路は私にとっても大切な道路となっております。皆さんもいかがでしょうか。でこの辺一帯もね、もうイオン高槻の裏手のすぐそばまでやってきてるんですけども、だいぶね道路は変わってないんですけど、周りはね変わってしまって、でこういうお家の密集のところとかお寺は何も変わってないんですけども、あちこちにですね、この画面から見たら左側に逃げれる道がございます。でそれは新名神号にね再開発が行われて道路がいっぱいできたんですよ、稲市にアプローチする。ですんでこの道がもう全てではもうないというね状態なんですけど、それでも裏道を走ってくる多くの車たちをね避けながらね、なんとか運転していくと、まあ、ここなんか皆さん思い出深い、この左行ったらイオン高槻ですね。で再び細い道ですね。最後北海道とにかく細いんですけど、まあ僕とか地元で慣れてますので、どのポイントで譲るのかって双方が分かってると、こうやってねギリギリいっぱいですり抜けれるんですよね。今 K が上手に避けてますよね。だからこうやって通れるんですよね。で K と普通車やからすり替え、まあ、こうねこう止まらずにこうリャンツーでね通過できるんですけども、まあもうちょっと大きかったりちょっと道を知らない方で幅寄せできない人たちはもうその場で詰まっちゃうと、まあ、そういう流れですね。まあ、これ自転車とかもねいっぱい走るので危ないんですけど、まあ、上手に運転していく、まあ、運転を練習の技量を上げていくという意味ではね、ここの道なんか車幅がよく分かっていいんじゃないでしょうか。でこの辺一帯もね新しくお家になりましたけども、右側は特にねもう全部新築に去年ぐらいからかな一気に作ったんですけど、かと思いきや昔ながらのお家がいっぱい残っててね、いや豊かだなって思う、まあ、そういう道路となってます。まあ実際はね JR 高槻という大都会に向かってるんですけど、 JR 高槻もですね再開発が進みまして、結構ねタワーマンションが駅前にボンボコ立ちました。ここ5年ぐらいのことです。あと私が子供の頃からあった西武百貨店、西武自体はあるんですけども、もう買収されちゃいましたね。で松坂屋がかろうじて生き残ってるっていうぐらいで、まあこの高槻市にはなんと駅前に2つの百貨店があるという意味ではすごく豊かな場所なんですよ。でずんどこずんどこ行きますけど、もうすぐ右手にセブンイレブンがね見えると思うんですが、セブンイレブンもできてもう5年ぐらいかな、もっとかな、割とここはね大きな駐車場があるので皆さんよくお使いになります。でこの左手、このお家の左手の奥の方になりますと、遺跡公園ということで、今最近ね市が力を入れている、まあ、芝生のあるカフェのあるね、そういったところってね高槻も茨城も作ってるんですけど、そういったものがございます。結構人気です。で左手が JR の車庫ですね。整備工場を含んだもので結構でかい、まあ電車好きな人はもうここ来た方がいいと思います。西国街道側から見た方が電車がいっぱい見えますよ。でこのままずっとまっすぐ行くといよいよ道路が開けてまいります。まあ最後の細道ですね。JR 高槻駅周辺にはですね、大学が来たり大きな病院が建ったりとかですね、広くなって、見てください、自転車ね、この傘が怖いんですよ。傘がもう傘で目いっぱい右まで寄らないとダメになるんで ね、 自転車で傘さしてるときそういったら気をつけてください。
自転車はね、まあ、傘ですよね。こう狭い道は傘引っ掛けたらね、相手が転んじゃうんでね、怪我させたら申し訳がないんで、気をつけてより丁寧に運転していく必要があります。この辺までは地元の方は見慣れた風景だと思いますね。もう何十年か前に出て行った人たちも、ここまで、ああ懐かしい。で、ここからドンと変わります。ドンとね、左手大学とタワーマンションですね。右手に病院もございます。みんなね、新築になって建て替えられて広くなりました。道路も広いです。昔ここも細かったんですけどね、逆に広くないちょっと寂しいんですけどね。で、旧西武百貨店に行く場合はここから左に曲がっていかないと入れないように杭が打たれるようになりました。当時はこのまま真っ直ぐ行くとですね、あの交差点のところに西武百貨店があって、それを屋上までえらい急斜面に坂道を上がっていって屋上駐車場に止めて、でそのままはですね、昔懐かしい、ステーキ、石焼きステーキとしゃぶしゃぶのお店末広がねあって、私も子供の頃はそこでね、家族でご飯、ね、親族が来たら遊びに来たらもうこれね、食べに行って美味しいお肉食べたっていう記憶がすごくあるんですけど、現在は阪急になっております。阪急。ちょっとね、雨が降り出したんですけども、この左手が西武百貨店とかですね、かつてのね、今阪急でございますよ。悲しい。ここあとね、KYK ちゃうわ。何やったかな？そう、グルメのサンドイッチが有名だったんです。グルメ。知ってます？皆さん。今空港にもなくなっちゃって、今北海道とかにしかないですけど、ビーフカツサンド高いけど激うま。で最近どんどんね、店が撤退してしもて、もう食べることがなく寂しく思っております。これもここに入ってました。もうこのまままっすぐ行くと、高槻の駅に到着となります。ここはまだあまり変わってないですね。右手は特に変わってないので、懐かしいと思う方も多いんじゃないでしょうか。で、この後ですね、一番奥地の方にはアルプラザができてですね、そちらは再開発のおかげでバス停もできて広くって綺麗なんですけども、こちら側の入り口アプローチになりますと、昔のままなんです。昔のまま。当時の高槻駅が残ってるんですね。正面、松坂屋見えますよね。松坂屋。スタバもありますよ。で、ここは昔は逃げれなかったんです。今現在左に道が新しくできましてね。うん、で、まあこれが高層マンションに入っていく道にもなります。これで無事西国街道で、阪急関牧駅、読めないですね、上牧とかで、関牧駅から JR 高槻駅までの突破ルートをご紹介いたしました。今後ともね、コメントの中で興味があったりできそうなことはどんどん実行していきたいと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。そして次回もよろしくお願いします。